遺跡か。町のゲートの外にいる守護者と連絡が取れなくなりました。あの大きなロボットのことだよね。もうめっちゃ思い出してるやん。調べてきてくれませんか。私は自分の持ち場から離れることができません。わかった。マジ？なんかほっぽり出された。こっちか。うわぁ、ちょっと遺跡から出て周り見たええのに。ああ終わり、終わりやな。終わってる感すごいな。四角形だらけ。ああもうなんか結構ガチガチに攻撃受けてる感じなんか。うわもう橋とか壊れてるやん。行けなくなってる。でもベッドは大丈夫。なんで？やっぱり人間睡眠は大事やからなっていう奴らからのお達し。私に近づくな。ゲートは追って通知があるまで閉鎖する。ああ中に入り込んでる。ということはやっぱり遺跡抜けていかなあかんのか。まあどっちにしろあれでもちょっと待って、でもここを通れなくなってしまったら避難所行けなくない？どうすんのやろ。別ルートを通るんやろうが。あかんかったわ。私には助けようがありません。奥の廃墟へと進んで構いません。わかった。ああってなんかすごい切ないな。次から次へとなんか一周目であんな脆くも美しかった世界が粉々に。言い回しがかっこいいだけやから今の。あれこっちかって妹。いけない。じゃあ、あれか、メイズやったっけ。あいつんとこ行かなあかんのかな。こっちには一応行けるけど、こっちは。ここも行けなくなってるな。え、ほんまに行けるとこめっちゃ塞がれてない？まあ、ええけどさ、別に。うおー、ちょ。なんやねん、お前。この四角形はよ。四角形ではない、この四角形、なんやねん。こう降りて、ああ、これも左側行けなくされてる。もう一通やな、ほとんど。どうも人間。この近くに子供が二人住んでいます。あの兄弟いんのかな？ブロックでブロックされてる。そのブロックをキックできるよ。思い出して。これ覚えてるかも。よーし、天才！さすが、ニコちゃん。さすが、どうしたの？ニコちゃん、どうしたの？足すっごく痛い。しゃあないなぁ、もう。ニコちゃんはほんまに、しゃあないなぁ。ニコへの愛着がすごい。実際、ニコ可愛いよなぁ。パンケーキを無限に食わしたいよな。腹はち切れるまで食わしたいよな。お、水おる。救世主さん、私に会うためにわざわざ。何お姉さん、どうしたの？なんでブロックをブロック蹴飛ばすの覚えてて、このお姉さん丸ごと忘れてんねん。そんなことあるか？集中しなきゃ。あにゃ。はぁ、島が崩壊してしまう。私がどうにかしないと。わ、お姉さん一周目も二周目も課された使命、すごいな。だからツタを。あれで道作ってくれてんのか、お姉さんが。だからそこら中にツタがあるんだね。もしかして大地がバラバラにならないように。私の力ではこれが限界。太陽置いてた方がいい？あ、そこは覚えてんねや。なんか誰かに太陽渡したなっていう、なんかそういう知識だけあんねやろな。それはいいわね。でもダメなの。太陽は私を癒してくれる。でもね、ストレスが必要なの。恐怖が必要。何を言うてんの？怖い。この人怖い。私を強くしてくれる。性癖がやばい。ツタが早く成長してくれる。安らぎを得るとツタが交代してしまうかもしれない。みんな危険にさらされているの、救世主さん。村人たちや子供たち。私の最後の時間を無駄にしてはいけない。みんな生きなきゃダメ。少しでも一日でも長く。この人は二周目でも救えないのかな、この感じ。なんか破滅主義者やもんな。
そんなこと言うなよ。私は平気。平気そうではないよ。2周目の方がなんかもうすごい、めっちゃシュート外したサッカー選手みたいなポーズ取ってるもん。かわいそう。どうしよう。ほんなら姉妹のとこ行ったらいいかな。いるかなあいつら。おらんかった場合終わりやねんけど、このゲームここで罪やけど。あんな足すっごく痛い思いまでしたのに、そしてたまにしか出えへんニコ渾身の笑顔も。あ、入り口が。いつか家がなくなるのは分かってたけど、まさかこんな早く。あの大丈夫。うっそ、もしかして君救世主か。反応が一緒や。はあ、あの相手光栄だ。うわ、かわいい。やっぱこの二人かわいいな。カラムスと、アローラみたいな。アローラ地方みたいな。中に入れてあげたいんだが、俺たちの家は見ての通りさ。四角いのがたくさん。あ、妹ちゃんごめんな、一周目。一回殺しちゃって。アルーラや。いろんなとこに広がってるんだよね。ん？四角形のこと前よりもずっとずっと増えてる。避難所へのゲートも壊されちゃってる。前回はそんなことも起きなかったのに。前回？ああ、なんでもない。もうちょっとで行っちゃいそうだったよ、トワコ。おう、勘弁してくれよ。もう、困るな。パンケーキ壊すぞ。もう一回自己紹介した方がいいよね。ミーの名前はニコ。ニコ。いやいや、名前で呼ぶなんて君に失礼じゃないか。なことないよ、カラムス。お前、うかつか、さっきから。どうして俺の名前を。またやっちゃった。救世主はいろんなことをしてるのよ、カラムス。アルーラちゃんのナイスアシスト。うん、そうなの。それで何の話だったっけ？ゲートのこと？ああ、そうだった。古いゲートから街に入れなくなっちゃったみたい。街に入るための他の道って知らない？ミーの記憶だとじゃなくて、噂だとこの近くに秘密の通路があるって聞いたんだ。埋葬地に行く通路のことかな？そう、それ。でもちゃんと通れるかわからないな。ずっと前から浸水しててボートもないし、そもそも埋葬地は街からすごく離れてるし。大丈夫、それでも見てみたい。もう道がそこしかないから。ゲーム的な話するとな。ついてきて。いや別に自分で行けるけど。ああ、入れなくなってしまったんか。四角形やばいな。よかった、この庭も四角形まみれたらどうしようと思ったけど、意外といけるな。鳴らしとこ。一回、埋葬地に行くときいつもお友達に手伝ってもらってるの。もう全然会ってないや。普段この中庭であいつと会ってるのさ。早く帰ってくるといいな。それが、その友達空飛ぶ装置持ってるって言ってたから、多分作者のことやよな。中庭はひとまず大丈夫みたいだな。なんか洗濯物干してるのいいよね。家に入れないぞ。服だ！意味もなくアルーラちゃんに話しかけよう。可愛いから。アルーラちゃん可愛くない？意味わからん。可愛すぎて意味がわからん。それ私の、はい、可愛い。はい、可愛い。もうおかしい。お魚、はい、もうちょっとあの子連れてく。はい、決定。今決めた。ここおそらく、クローバーだ。めっちゃ、お、誰かが、また見えましたね。ニコどうしたの？気絶しちゃうのかと思ったぞ。あれ見えるたんびに気失いかけんの？できれば、なんかそのマップの端っこで思い出すのやめてほしいな。これ前にもあったんだ。不毛の地にいた時もその、こんな感じで何か見えたんだ。夢みたいな感じ。原始みたいだ。原始ってワードこの世界で結構頻繁に使われるやつなの？預言者が見るようなさ。へえ、そうなのかな。ロボットのお姉さんもそんなこと言ってた気がするけど、もしかして。ちょっと待ってね。来てるか？来たか？来たわ。しゃあボケかましたら。やっぱり不毛の地で原始を見た時に、なあ、使い出した。この本が光り出したんだ。さすがニコ若いな。新しい言葉すぐ使いこなす。
また光らないかなって思って見てたんだけど、その本当は見つけたな。この世界で目が覚めた時にはもう持ってたよ。友達が持ってる本ととても似てる。ピカピカしてないけど、あ、やっぱ作者やな、友達って。あのお姉さんも同じこと言ってた。この部屋で日記を使って何かできないか試してみよう。OK、 日記もう ほぼ合ってなかった今。できた。あ、いや、一個ずれてる。ここ来たー。あれ、行き過ぎた。あ、これ2個動い、2個と同時に画面がゴリゴリにずれてたわ。全然気づかなかった。おるー、わあ、この船どうやってここに。はあそのはあみたいなのやめようや。もう不毛の地でも同じことが起きたんだ。そうだろう、日記が光り始めたから中を見てみたんすよ。そしたらミーがいた部屋とそっくりな絵を見つけたんですよ。トルコがパッて現れたんですよ。へえ、怖いな。怖くなんかないわ。きっとトワコが何かしたのよ。そうやよ、アルーラちゃん。そうだよ。この船使おうよ。埋葬地でまたお母さんに会えるよ。ほら、行こうカラムス。ニコとトワコも一緒にいるんだから。まあ、トワコがボートを出現させたんならきっと安全か。トワコどう思う？言いたいやん、もう。行きいな。はぁ、あ、はぁ、あ、ボート左右にしか動けんから下向いたらみんなこっち見てくれる。アルーラちゃんかわいい。アルーラちゃんかわいい。はぁ、あ、壁を見るアルーラちゃんかわいい。おぉ、なんじゃここ。おぉ、おぉ、ボートかこれ。一枚の板では。お、これは埋葬地が向こう側に。埋葬地、結構、広大やね。お参りに行こう。なんかもっと狭いとこなんかなと思った。ああ、埋葬地ってほんまにもう、めっちゃお墓やな。お墓のサイズに、結構違いがあんねんけど。これやっぱ有力者が眠るとよりでかい墓になったりするんやろうか。悪さしたやつの墓とかもうほんまに小指ぐらいのサイズになったりするんかな。うわ、お母さんの墓どれや、これか。これがお母さんの墓さ。そうなんだ。もう何年も経つけどまだ辛いものは辛いな。アルーラ、お母さんにあげる花摘むの後で手伝ってくれないか。うん。二人ともなんか静かに。そうか。今日何があったと思う？今日はね、救世主様と会ってね。ヤッホニコ、こんばんは。なんか、悲しなるな。こういうの悲しなるな、クソ。ニコ、世界救おうな。世界というかアルーラちゃん救おうな。ついでにカラムスも救うな。で、なんかクローバーがこっちの方に。お、いや、誰だこいつ。あんた誰？まさかここに来て新キャラ。君はミーの名前はニコ。ああ、やっと会えた、すごく嬉しいよ。あ、いや、ようやくお会いできてとても光栄です。僕の名前はセドリック。うわ、ほんまに知らん。ミーも君のこと見つけなきゃいけなかったんだ。ん？承知してます。先ほど、ああ、そっかそっか、プロトタイプから、預言者ロボからセドリックに会えって、そういえば言われてたな。忘れてたわ。あなたがもうすぐ町に訪れると。そうなの？記憶が修復された後、メッセージを送ってきたんです。町で待つように言われたんですが、僕が拾いに行った方が早いかと思いまして。結果的に言うと愚策でしたが。ミーたちを拾いに？もしかしてあの飛行機を操縦できるの？飛行機とは？その後ろにあるやつ！じゃあお前の世界ではなんて呼ばれてんねん。空飛ぶ機械。効率悪。マジで？じゃあもう、マイルのことなんて言うの？空飛ぶ機械に乗った時に貯まるポイントって呼ぶの？この世界では。なるほど。他の世界にもあったなんて知りませんでした。
じゃあカルムスとアルーラの言ってたお友達って君のこと？これでもこいつ作者じゃないよな、多分。二人が言ってた空飛ぶ機械ってもしかしてあれなのかな？カラムスやアルーラという名前の人は知りません。ああ、ってことは作者ではない。おそらく父のお知り合い、作者の息子？以前のシミュレートで、その、父さん？この空飛ぶ機械はもともとは父が所有していたんです。中でもこれは屈指の発明品でしょうね。君のお父さんが飛行機を発明したの？この大喜び顔好き。大喜び顔と、にっこり顔。空飛ぶ機械です。どっちにしてもすごいよ。先ほどの質問ですが、僕は機械の操縦が得意なんです。しかし先ほど空中を飛んでいたらエンジンに何やらおかしなことが起きまして、町の壁に衝突してしまう前にこの小さな島に緊急着陸しなくてはいけませんでした。空飛ぶ機械のエンジンにおかしなことが起きたんやね。わかった。大変だったね。確かにいい気分ではありませんでしたね。このエンジントラブル、四角形粒子による阻害と何か関係しているんでしょうか。チェックしてみたんですが、機械の中に四角形は一つもありませんでした。しかし峡谷にある島々が悲惨な状況にあることは確かです。そうだね。はあ、最初からプロトの言うことを聞いていればよかった。そういえば彼は今どこに？洞窟の中で四角形と戯れてる。まだ本当にいるんですか？不毛の地でプロトは洞窟が崩れて、そしたら四角形がたくさん現れて、プロトとロボットのお姉さんが、ニコが泣いちゃう。もうニコ泣かしたら許さんぞ、お前、こら。おう、こら。これもらったんだ。頭から取り出したディスク。あ、本当によかった。メインドライブをあなたに渡したんですね。これさえあれば彼を復元することができるはずです。あ、そうなの？便利。大変な作業ですが可能です。ついでにお姉さんも復元して。大型ドアには人手が3人ほど必要になります。しかしまずは町へとつながる道を探さなければいけませんね。ゲートはもうダメみたいだし、この機械が動けば町までひとっ飛びなんですが、故障の原因は突き止めたのですが、手持ちの部品では修理できないんです。どこが壊れてるの？エンジンのバッテリーが切れていて、さらにエンジン用の歯車もいくつか交換が必要。終わりや、もう。終わり。はい、終了。ありがとう。ミートとわこでその部品を探せば。マジで？お前マジで言ってる？エンジンと歯車やぞ。峡谷がそこまでハイテクな地域ではないということです。ですからここで専用部品が見つかるとはあまり思えません。とにかく探してみる。ごめんなさい、思い出せなくて。どの部品が必要なんだっけ？そういうことではなく、だからバッテリーと歯車やな。了解。エンジンの中に四角形はなかったよとか言ってたけど、四角形とか関係なしに普通に壊れてるやんけ。火だ。飛行機だ。空飛ぶ機械です。その飛行機に対しての絶対なる拒否感は何なんやろ。飛行機？あん？エアプレーン？おめえ何言ってんの？これ、この状態でボート乗って帰っていったらこの二人めっちゃ困るやろうな。おーおーおーってなるやろ。歯車ってどこ行けば見つかるかな？歯車って何？歯がついた鉄の輪っかみたいなやつ。輪っかに歯がついてるの？ははは、変なの。マグパイなら持ってそうね。マグパイ？あの商人さ、ブツブツ交換のやつか。面白いものたくさん持ってるのよ。割れたガラスとかよくわかんないものがいっぱい。誰のことかわかった。バッテリーでどこ探せばあるかな。そうだな、峡谷だと電気はあまり使わないんだ。でも研究所にはロボットがいたな。彼らなら知ってるかも。研究所と、ブツブツ交換の人か。なるほどな。ていうか、アルーラちゃんかわいい。アルーラちゃんかわいい。アルーラちゃんがかわいすぎる。2周目になってよりかわいさに磨きがかかっている。ふざけんなよ、こいつ。だからもうニコとアルーラが話してたらもう幸せ。じゃあ戻るか。うおー、とりあえずお墓参り 4,5 時間やってもらって、その間に、でもちょっと待てよ、そもそも道塞がりまくってるよね。
結局町に行きたいけど、その町へ行く道は全部塞がってるわけで、これはメイズさんにお願いする必要があるな。しゃあない、ロボットへの研究所と町につながる道にツタ増やしてくれって言いに行くしかないよな。すまんのやが、聞きたいことがあって。どうしたの？峡谷にある橋がみんな壊れちゃってるみたいで。そうね、橋、旅のために渡らなきゃいけないものね。橋も直してあげましょう。うわー、もうありがとうね、いつもありがとう。難しい。あ、マジか。橋は水の上のとても限られた場所にあるから、正確な場所をつかまないとツタも強いものを。とても大変。そう、でも可能だわ。最後の力を使い切るって誓ったもの。後ろに下がってくれる？おー、何が起きたの？大丈夫？姉さん。ああ。そうか。あかんか。もうこの人一周目でも二周目でもめっちゃかわいそうやな。でもこの世界を、この世界を救ってしまえば、あの人は新しいシミュレーションで幸せに暮らせるはずや。なんとかしよう。外に出たらいいんかな。他の道全部塞がってるよね。くそ、なんか、あれ、ここ塞がってなかったっけ。あ、ちょ、なんか仲間たちがどんどんやられていくの切ないな。くそ、頑張るぞ。あの橋が繋がってる。あ、繋がってる。いつもありがとう。で、研究所下やったよね、確か。うわ、めっちゃ道作ってくれてるやん。ここそもそも物理的に行けんかった。あ、ここすごい道作ってくれてる。すまんな、ほんま頭上がらんで。まるで橋を修理しているかのように。どうも人間、研究施設の限界、研究施設には現在技術的問題が発生しています。この道の途中にあった橋すらシルバーポイント博士からの指示で来たのですか？違うよ。ではそのままどうぞ。空飛ぶ機械に使うバッテリーってどこ探せばあるかな？知りません。何やこいつ。バッテリーでしたら私のシステムに組み込まれています。他の機械の電源としては使用できません。なんか電力室は確認しましたか？お、なんかやっと有能な発言をしたやつがおる。電力室見に行こう。ああ、ここは力及ばずか。これが峡谷の主要発電機です。空飛ぶ機械に使うバッテリーってどこ探せばあるかな。一応緊急事態なんだけど、空飛ぶ機械が何なのか私には分かりません。ですが、いかなる大型電子機器にも大量の電池は必要です。例えばこの建物にある発電機もそのような装置を使用しています。不毛の地で何かのバッテリー直さなかったっけ。生命体に関わる緊急事態なのであれば、この発電機のバッテリーを使用してください。でもそのバッテリー使っちゃったら君たちの電力がなくなっちゃうんじゃ。ミート・トワコで他のを探すよ。それは不可能です。強国区域で単独ユニットとして使用できるだけの電力があるバッテリーはこれだけです。危機的な状況ならなすべきことをするのです。なんかなすべきことをするのです。くそー。ああ、ロボットが止まった。ちくしょう、おめえら必ずこの世界救ってやるからな。まあ、ロボやしええか。なんか人が死んだ時ほどのショックないわ。今んとこメイズさんが亡くなった時ぐらいのダメージは来てないから大丈夫。あとは上に、ここ上にまっすぐ行って右に行ったら、村に着くから、村の避難者たちもいい釣り場が見つけられるはずだ。植物の精霊は本当に俺たちのことを見守っていてくれるんだな。うん、よし。